願いを込めた祭り、父親も祈るような気持ちでした。今回は本当特にですね、一人の怪我にもなく終わってもらえれば。そして二人の男の子、お父さんはやっぱかっこいいです。親子三代祭りまでの日々を追いました。皆さんこんにちは、吉村咲希です。今日は福島市の飯坂喧嘩祭りにやってまいりました。早いもので私がこの大道ドリンクを日本の祭りに参加しまして8年の歳月が経ちました。感無量ですね。すでに140を超す祭りを見せていただきまして、祭りの素晴らしさもさることながら祭り人の情熱と誇りに心を打たれたんです。祭りは日本の原点であり、日本の歴史と文化を支えていることを実感しました。エジプト考古学者の私が日本の祭りに参加する意味は、歴史の古いエジプト文明と日本文明の比較研究なんです。古代文明における祭りは祭りごととして国の行事でしたが、今や私たち市民のものになっています。人々の心の底に根付いたわけですね。皆さんもこの祭りの番組をご覧になって、ふるさとの歴史と文化を実感してくださると嬉しいです。この番組は美味しさで話をしよう、大道ドリンクの提供でお送りします。